テイルズ・オブ・ブレスリア、前回の追加のプレイしていきましょう。ゼクソン校に向かえと言われたところね。やばい。よし。そこだ。背中は取れなかったけど。呪い、影座る。そこよ、とどめ。ブレイクブースト。そこだ。くらい。次、つむじ結果。熱光陣。とどめ。ブレイクブースト。じゃあそこだ。くらい。あら、よくないか。そこよ、機嫌力。肩をつけるぞ。遅いクラスター、こいつはどうだ。逃がすかよ。あ、やばいか。あれ、ちょっとヘルメット、待ちくたびれた。そこだ。うずい、食らい尽くせ。機嫌冷却、呪い。やっぱベルベットは一番使いやすいな。そこよ、とどめ。ブレイクブースト。てか、なんでアイゼンを使いに行ってんの。食らい尽くせ。変えたっけ。呪い、変えた覚えがないんだけど。そこよ、とどめ。ブレイクブースト。そこだ、食らい尽くせ。呪い、影座る。そこよ、とどめ。ブレイクブースト。OK。ずいぶん変わった立ち筋。このまま先に進んでいこう。早々に肩を振る。くらいつくせ。この呪い、とどめ。疲れる。影座る。次そこよ。そこだ。くらいつくせ。呪い、今じゃ。伸びろ伸びろ、高翼転職。ちょっと待って、4000って書いてあったよ。わしの完全なる。何4000って、そんなダメージ当たれんのかよ。どうかしたのか、ライフィセット。どうした、元気がないみたいだが。いつものことじゃろうが。お前は引っ込んでろ。弟の剣、ロクローはゴーマの剣士、アイゼンは精霊の死神、マギルーは変な魔女。僕は何なんだろう。変な魔女がそれでいいんだったら。哲学的な質問だな。何でもあるでしょ。お主はベルベットの道具で非常食じゃろ。そう言われた。テレサ様にも道具って。でも僕は生きてる。そうか、ライフセットは自分が何なのか気になり始めたんだな。なら答えは一つだ。自分で決めろ。え？自分で決めていいんだ。どうしたいのか、全部。それが生きるということだ。お前の舵はお前の手の中にある。僕の舵。本当いい大人に恵まれてるよな、ラフィー。悩めばいい。それも生きている証だ。答えを出すまでは守ってやるよ。お前の術には世話になってるからな。うん、よくわからないけど、わかった。いい話っぽいが気をつけ。言っとるのはゴーマと死神じゃぞ。邪悪な魔女も取り付いてるしな。置いてくわよ。怖いお方がお怒りじゃ。とりあえず全身に舵を取れ。お、船帰ってきた。何なのか、探索。自分が何なのかとかあんまり考えたことないからな。流されて生きてんな。でも大体そんなもんだよね。まあそうだよな、別にゴーマとかそういう世界観でもないからな。適当に生きていってるよな。よし、おいで。準備はいいわね。クライジック超進エンディング。よろしく。そこよ。よし、スカーレットエッジ。震えよ。そこよ。機嫌冷却。いきなり来い。クライジック、そこだ。クライジックス、そこをどけ。呪い、影座る。そこよ。スカーレットエッジ。そこよ。そこだ。クライジックス、呪い、影座る。邪魔よ。そこよ。そこだ。クライジックス。呪い、やっぱこれ変えてたら結構安定するよな。ブレイクブースト、チェインズブレイク、呪い。よし、全力で答えた。で、北の方に行きたいんだけど、
準備はできたのか？くらえ鎧だ！見切られた！鎧！かげつだ！そのそこよ！とどめ！ラスト見切られた！逆だ！くらえ尽くす！鎧！かげつばる！そこよ！スカーレットウィッチ！邪魔こよ！危険冷却！そこだ！くらえ尽くす！蛇が増えたな。呪い！かげつばる！そこよ！とどめ！ブレイクブースト！そこだ！くらえ尽くす！次！呪い！かげつばる！そこよ！とどめ！ブレイクブースト！響くな。響くっていうか。そうだ。容赦も情けも一切かけない。よし。北の方に行こう。ゼクソン港だからこの先でいいんだよね。オンラインゲームはって感じだけどね。よし。ゼクソン港に着いたけど、とりあえず港の方に行けばいいのかな。ん？あ、もうあれじゃん。出てんじゃん。マーク。とりあえずあそこに向かって行こうか。こっち側なんもないね。よし。とりあえず向かうことにしましょうか。ん？ああ、これ風船のやつか。もう一回やろうかな、これ。スラッシュビート？スラッシュビートって何？行くわよ。え、何これ？そこだ！食らい尽くす！逃しはしない！サンダーブリッツ！そこよ、危険冷却！呪い！容赦しない！消えない傷を刻んで果てろ！リーサルペイン！そこよ、危険冷却！どういうあれ？やれやれね。ああ。どれだけダメージを稼げるかってことか。9位の記録更新おめでとうございます。プレゼント。水のルミン B1。何？水のルミンって。あれでしょ？服でしょ？これ？あ。色が違うんだ。なるほどね。ありがとう。よし、とりあえず戻ってきたよ。シルフモドキは届いてる？ああ、検問に偵察を出した。まだ戻らないのか。はい、もうちょっと待ってください。小休止するか。小腹も空いたし。うん、空いた。偵察が戻るまで休憩しましょう。あら、ずいぶんいい景色になったね。何？あれを手に入れただと？ドクロどうした？声がでかいんだよ。やっとの思いで手に入れたイリアーニュの赤ぶどう浸水なんだぞ。ワインか。レンウィックたちに見つかったら全部飲まれちまうだろうが。なんだ、あいつらには内緒なのか。当然だろうよ。あいつらは腹いっぱいに飲み食いできりゃ満足なんだからよ。ガキに貴重な赤ぶどう浸水なんか飲ませられるか。まあそうだな。よし、イリアーニュならルカレラチーズが合うな。どっかで手に入れるから、それまであいつらに見つからずに隠しておけよ。おう、任しとき。緊張感のない奴らね。まあいいじゃない。でもダイル、そんなと目立つとこいて大丈夫か？ゴーマがいるぞってなんないか。こっちやると進んじゃうな。向こうの方でもう一個あるけど、あれ誰だろう。マギリュウがあそこにいたから、アイゼンかラフィーかどっちかかな。誰だ。あ、どっちでもなかった。アイゼン、はい、アイゼンだよ。船の手入れは万全っす。よし、偵察が戻ってきて俺たちが出発したら、お前はいつでも出航できる体制で待て。はい。聖主の御座で何が起こるかは予想もつかん。最悪の場合に備えておくんだ。副長と一緒にいる以上の最悪なんてあるんすかね。だが頼むぞ。アイス、何かあったらすぐシルフモドキで俺たちを呼んでくださいね。最悪の場合か。あと少し待って、偵察が戻らなかったら別の手を打つ。
何かあったと考えるべきだからな。それも死神の所業ってやつかい？あ、箱また戻ってる。もらっとこう。よし。じゃあ、紛れに話聞くか。なんだろうね。マギルーと話すことってあるか？あるのかな？すごい暇そうになんか地面に座ってたけど。何してんの？ボーにもリンゴを一つやったわ。わしって優しいじゃろ？リンゴ。お主も欲しいか？ならば今度は鶏の真似を。必要ない。姉さん、本気でアルトリウス様と戦うつもりでふか？まあな、坊に頼まれてしもうたからの。でも絶対勝ち目はないでふよ。逆らうの。なんぞお師さんから言い含められたかい？とんでもないでふ。ならば付き合ってもらうぞ。なーに、危なくなったら逃げればよい。万一死んでも。それだけのことでふね。さすがよくわかっておるの、ビエフ。とはいえ、なるべく長くあがいてほしいものじゃ。わしの暇つぶしのためにな。行動理由がこれだけか。その全員がさ、別に仲いいわけじゃないけどさ、マヒルぶっ飛んでんな。おいしい。酸っぱくて甘くて。俺もリンゴ食べたいな。買ってこようかな。いいわ、味わからないから。海が好きなのね。海。波は怖い。あとサメや変な魚も。でもすごく大きくて不思議で、あの先に何があるのかなって考えるとドキドキする。私の弟も海が好きだった。ベルベットの弟も？岬でよく海を見てた。潮風は体が冷えるって叱っても全然言うこと聞かなくて。あんたもこの子と同じように思ってたんだね。羅針盤買ってあげたかったな。旅だってさせてあげたかった。おーい、偵察が戻ってきたぞ。ライフィセット、あんたは残ってもいいのよ。僕はベルベットと一緒に行く。そう。どういう思いなんだろうな。嬉しくもあり、複雑だろうな。猫ちゃんがいる。猫ちゃんがいる。ちょっと待って。どうだ この角度か。いいね。めっちゃ浮いてるように見えるけど、かわいいね。足っぽ動いてる。かわいいじゃない。よし、行こう。偵察が戻ったって言ってたけど。お、みんな集まってんね。どうもどうも。そいつはペンデュラムを使ったんだな。うん。しかも検問の対魔師を全員吹っ飛ばした。あいつなら船長ともやり合える。わかった。
直接俺が確かめる。ちょっとどういうこと？検問がペンデュラムを使う精霊に襲われてるらしい。ペンデュラムは船長が行方不明になった現場に落ちてた武器なんだ。ペンデュラム、そいつが連れ去ったってこと？わかんないけど無関係とは思えないよ。アイフリードは大麻師が捕らえているはず。なぜ連れ去った奴が清涼の検問を襲う？どうする？鍵が一本独走したぞ。追いかけるわよ。混乱してるならもっとかき回して突破する。ひょへー、過激。なんというか楽しそうね。しかし、アイゼンのやつも勝手じゃの。紛れるほどじゃないでしょう。仕方ないわ。船長探しが何してんの。ホワイトカメへようこそ。ってあなた方は。またあとはね、補給をさせて。前と同じように、前と同じに。それじゃ赤字っすよ。で、例の、別にいいかな。これって欲しいもんもないな。行こ。この辺の雑魚倒すか。よし、固まって。そこだ。食らい尽くせ。呪い。過激。そこや。スカーレットエッジ。そこだ。食らい尽くせ。呪い。影スバル。そこよ。スカーレットエッジ。そこだ。食らい尽くせ。その程度呪い。影スバル。そうか。勝手に言ったのに、アイゼン離脱したな。そこよ。そこだ。食らい尽くせ。よし。そこだ。呪い。ケメマ。そこよ。そこだ。クライムスクス。呪い。影スバル。とどめ。ラファティーイブン。そこよ。オッケー。本気で戦いなさい。わしは遊ぶときすら本気じゃぞ。本気で戦いってあれか。マヒルに言ったのか。よし、おいで。早々に肩をつける。食らいつくせ。よし、またやる。とどめ。フージキン、よろしく。そこよ、危険連客。そこよ、危険連客。呪い。カレーの衝撃者。フージキン、決めろ。襲撃ヒット。この距離なら外しません。ゼロの肩、吐く。多分これで勝ったな。切り札を出させたこと。よし、こっち側見てみよう。お、箱がある。早々に肩をつける。暗いフージクス。ケメマン、とどめ。スカーレットエッジ。そこよ、ディエンディング。呪い。そこよ、そこだ。暗いつくせ。そこをどけ。呪い。衝撃が発生。ズムリリック。とどめ。スカーレットエッジ。こい。そこよ、ディエンディング。ケイ、大活躍だったじゃろ。全員無視するな。ここまでになってくるとちょっとかわいそうになってくるな。よし、ライフボトル使わないからどんどん溜まっていくな。よし、この辺の先に進むとしてだ。とりあえず向こう行けばいいのかな。この辺だけ回収しよう。よし、ニョロニョロおヘビちゃん。そこだ。食らい尽くせ。呪い。とどめ。ブレイクブルート。そこだ。食らい尽くせ。邪魔よ。ズムリゲッカ。レッコーディング。そこよ。とどめ。ブレイクブルート。なんじゃ。ま。で、ここでなんかイベントが。ん？アイゼン。やるじゃないの。何問題？死神アイゼン、アイフリード海賊団の副長だ。アイフリードの身内か。これまた楽しめそうだ。やはりお前がアイフリードをやったのか。いいね、いい気合だ。落ち着きなさい、アイゼン。こいつは精霊で清涼を襲った。協力すれば結界を通れるわ。つまらねえ理屈言うなって。俺は俺のやり方でけじめをつける。邪魔すんな。あ、そう。
じゃあ私も私のやり方でやらせてもらうわ。こう、あんたたちを動けなくして結界を開ける。全員めんどくせえな。よし、やるぞ。これなんでこうなるんだ。とにかくベルベットを助けるんだ。サンダーブリッツ、ついた後が怖い。確かに、すまん、アイゼン。クソ、ガード、どうしてくんだよ。しまった、行くぜ。ほら、危ない危ない。よろいぞ、危険連客。よろい、そこだ。くらえ、やばい、危険連客。とどめ、スカーレットレッジ。容赦しない、消えない傷を刻んで果てろ、リーサルピン。こいつは、そこだ、行っちまった。やばい、逃がせよ。そこだ、食らいつく。ほら、呪い、とどめ、ブレイクブースト。そこだ、食らいつく。呪い、アイゼン倒した。よろや、よかったな。食らいつく。一の方、呪い、とどめ、スカイツイッチ。そこだ、食らいつく。ほら、そこや、消えない客。そこや、消えない客。よし、そこや、消えない客。スクイーン、アレイドイグニス。そこだ、行きなよ。アイゼン飛ばしちゃった。サーフェイスブル。おい。面白いな、あんた。この結界を開けてどうする気なんだ。同志を殺す。そいつはすげえ。こいつは本気だぜ。あった、喧嘩に勝ったのはあんただ。どうすればいいんだい。では、精霊のお歴々、結界の前に。あとは任せたぜ。その方が大魔師どもの慌て顔が見られそうだ。待て、まだ肝心なことを聞いてねえ。それ以上はやめとこうぜ、アイゼン。命のやり取りになっちまう。じゃあ本当にやったのか。お前は風のザビーだ。ただの喧嘩屋さ。俺もそういう二つの欲しいな。結界は開いたわ。なんか追うなら止めないけど。炎の音とか風の音。神殿に向かう。アイフリードの行方に近いのはメルキオールの煩悩のミネかな。バカね。煩悩のミネって割り切れるなら最初からそうすればいいじゃない。そんなに器用じゃない。だからここにいる。バカね、本当に。長いこと付き合ってるカップルじゃないんだから。装備中の強化数合計が5以上のキャラクターに最大 BG プラス1。へえ。はい、ということで、じゃあここで一旦区切りましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。